じゃあ、3連戦を振り返るね、天候にあんまり恵まれなかったですけども、まあまあ試合はね頑張って、やりましたね、今日も豊かの視点、3連戦はどうだったか。ちょっと看板やちいちゃん今日もお休みです、すいません。まあそれとですね、冒頭にちょっと言っときますけども、今回ちょっとものすごく忙しいこう3日間を過ごしてまして、こう見れた試合と見れない試合、まあいろいろ調べていろいろまあ記入しましたけども、まあ漏れてるところとか、お前見てないじゃんって、まあ冷たいこと言わずにですね、最後まで見てください。まあ一生懸命ちょっと調べていろいろしましたので、よろしくお願いします。で、前回はですね、まあ間違いがある、まあちいちゃんがいたら、間違いこう修正してくれるんですけども、だいだい糸井というね、まあ一番素敵なコメントは、よ、懐かしいとこへ。まあ糸原の間違いでしたけども、まあ今日も間違いがないように頑張ってお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでまずセ・リーグ、4月19日から21日、ね、広島対巨人、阪神対中日、ヤクルト対 DeNA ということで、まあセ・リーグの方はですね、ドームじゃないですね、3ゲームとも。だからまあ天候にすごく左右された、いろんなゲームもありました。不運だなっていうシーンもありましたけども、まあまあ無事に3試合ずつ行われたということでね、まあ広島は1勝2分けね、巨人はここのところ5試合ぐらい勝ちがないのかな。で、阪神タイガース出てきました、調子が上がってきました、3勝0敗、中日どうしたということで、で、ヤクルト、1勝2敗、ヤクルト、まあ、DeNA が2勝1敗と勝ち越したということで、まずは広島の先発、栗、森下、大瀬良で、巨人は戸郷、井上温人、高橋礼ということで、まあ勝敗見てもこう、ね、広島の1勝2分けということなんだけども、まあ、1試合目は栗と戸郷、まあ、予想ではやっぱりあんまり点は取れない、激しい試合にはならないなと思ってたし、またその巨人打線がこう当たってない、点が取れてないということで、どういう試合になるんだろうと思ったら、まあ、広島6安打、巨人4安打、まあ、延長12回いっての4安打ということで、巨人若手を使うけども、まあ、あんまり機能しない、まあ、これはね、使うことは全然いいし、まあ、使わないと成長もしないし、ただ、まあ、疲れなのか、まあ、各球団がやっぱこう若手を、研究して打たせないように弱点を見つけて攻められてるのかなという、まあ、そんな感じがしますよね。だから、まあ、ここをどうやってルーキーたちが、まあ、体力的な面もそうだし、そうだけども、まあ、こう弱点を攻めてきた、そこをどういうふうに克服していくのか、まあ、ここら辺がなんかこう今後楽しみになってきたなっていうような感じがするよね。で、まあ、広島の方も、まあまあ、6安打というふうに、まあ、打線も低調なんだけども、まあ、決め手に変えた打線と言ってもいいと思うんだけど、まあ、1、2番の、まあ、ベテラン秋山菊池、まあ、特にこの1、2番がですね、全く塁に出れなかったということで、まあ、こうクリーンアップにつなげなかったということでね、まあ、1試合目は 0-0 という、ね、お疲れ様でしたという試合になっちゃったんだけどもね。まあ、ただやっぱ栗もいいピッチング、戸郷もいいピッチング、まあそれなりにこうね、まあピンチも迎えながらだったんだけども、まあここら辺のピッチャーがすっと勝てるように援護してあげないと、やっぱ両チームとも今後苦しんでいくだろうなっていうような気がします。で、2試合目森下、井上6対2、広島ね、巨人はね12安打も打って2点なんだよね。ただこの試合の組み立てっていうのがあって、初回に井上温人4失点自責4ね、で、まあ広島の方はその上本相澤のタイムリーで一挙4点取るわけだけども、やっぱりこう初回に4点ドーンと取られちゃうと、まあ12安打打って2点って言ってもなかなかやっぱ追いついていかないよね。
この取られ方が非常に悪いという。だから、まあ、例えば小刻みに4点を取られたんじゃなくて、初回いきなりプレーボール、まあ、昨日は 0-0 の引き分け、4アンダーに抑えられてる、はい、プレーボールいきなり4点、これはやっぱりね、打線としてはがっくりくるし、重いよね。だから井上もそうだし、まあちょっと組んだ大城がね、どうだったんだろうなっていうような、おいどうした大城みたいな、もうちょっとこう引っ張ってやることはできなかったのかっていうような、まあそんな感じがします。森下6回3分の1 105球、12安打されるけども要所を締めるという。だからこういう、まあ、能力の高い先発ピッチャー森下なんかはいきなり4点を 取ってもらうと、まあそんなにこうね、投げ合いって 0-0 の投げ合いっていうような、力感では投げずに、まあ要所を締めればいいっていうようなね、まあそういうこう器用さを持ってるピッチャーだけにそういうことができるのかなっていうような感じがした。でこの試合はウグサね、7回に1号ソロ。このウグサっていうのも非常に期待をずっとしてた選手で、まあ法政から入ったのかな、1年目とかも見てて、ああこの選手は広島の中心選手になるなっていうふうに思ってたんだけども、なんか昨年とかあんまり出てこない、まあ鳴かず飛ばずなんだよね。だからまあここら辺で1号ソロ出てきた、野間もいる、ね、外野手争いが非常に厳しくなってきたのかなっていう、まあ、そんな感じがします。で3試合目、大瀬良高橋礼、0対0、コウコールドということ、まあ東京ドームで、まあ、広島で、まあ、同じように投げたんだけども、東京ドームの時よりも、まあ、芯で捉えられる確率っていうのがすごく高くなってきた。だから広島の選手たちも狙い球を絞ってね、自分には高橋礼のこのボールが合うっていうような、まあ、そういうことがあって、まあ、芯に捉えられることはあったにしても、まあ、そんなに崩されなかったというね。まあ、ただそういうふうにしてピッチャーの攻略を図ってくるんで、まあ、高橋礼もこう、まあ、一回りして、同じチームに投げた広島とちょっと芯に捉えられるケースが出てきたということで、慣れられてきてるっていうことをやっぱ今後考えていかなきゃいけないけども、やっぱこう自信めいたものが出てきたのか、安定感はあるよね。で5回を投げるんだけども、2併殺というねことで、まあチャンスを広げられなかったとね。で巨人の方は満塁からセーフティースクイズをやって試みたりだとか、本当に点が取るのに厳しい状況になってるんで、で6回表に、まあ、チャンスがあって、小林が犠牲フライを打ち上げた、で丸が帰ってきた、ああこれでやっと均衡を破ったというね、ことを考えたんだけども、まあだけど雨が降って5回コールドゲームと 0-0 という、まあこういう運もないんだよね。だからまあなんとか阿部監督が、まあ、満塁からでも、普通だったらセオリーとしたら満塁からやらないんだけども、セーフティースクイズなんていうのはやらないんだけども、そのぐらいやっぱりやらないと、まあ、点が取れないというかね、そう感じました。それとね、巨人の打線の組み方っていうふうに見ると、やっぱりどうしても坂本、岡本、丸って並ぶと、やっぱこの6番以降がすごく大事になってくるんだよね。でここら辺下げても下位打線で抑えられるっていう風になってくると、どうしても勝負を避ければいいやっていう風に思ってきてるしね。だからそこら辺で考えなきゃいけないと思うのは、やっぱり6、7、8これを誰とどういう風に組ますのか。だから一番いいのはやっぱバッティングのいい大城が6番打ったりだとかしてやらなきゃいけないんだけども、やっぱ小林のリードだとか安定感だとか、小林もバッティングで頑張ってるっていうことを考えるとさ、やっぱこう阿部監督の中ではやっぱこうキャッチャーとして安定感のある方を使っていくというね。だからここら辺がなんかこうもどかしいというか、点が取れないような状況になってんのかなっていう。だから大城の奮起、まあこういうことを望むし、あとはやっぱり吉川ね、
春先っていうか出始めものすごく好調で一番までこう上がっていったんだけど、まあだけどここに来てやっぱりねバットが出なくなってきた。まあチャンスでポンと何気なくこうボールを見逃してるけども、やっぱ振りにかかった方がいいね。結果は後で考えればいいことで、結果を考えてこうなんて言うんだろう、バットを出さないって言うんだったらもうそれはねもう自信のない証拠だから、まあ吉川ってそんな選手じゃないと思うし、いやもっと振っていいと思うよね。だから頑張ってほしいと思います。はい、で続いて阪神中日、阪神青柳大竹才木、中日はメヒア大野松葉。まあ阪神が3連勝ということで中日が3連敗ねえ、どうした中日みたいな。まあ確かに状態的には阪神が上がってきて、まあ中日が若干疲れてきたかなっていうような、まあそんな感じがするよね。でちょっと尋常じゃないのは点の取られ方だよね。であれだけ阪神が打てないって言ったのがちょっと変わってきてるというね。で1試合目、森下大山ホームラン、まあ森下はホームラン打ってたけど大山がね、ホームラン打った。で1番から4番の打点が5ということで、まあその打線が流れるようになってきたというね。でこの試合恐怖の8番、8番も8番の木浪も上位につなぎ、まあ青柳もヒットを打つというね、11安打という、まあ中日もメヒアがゲームを作れてない4回4失点というね、まあ打てない、中日が打てないという感じはだいぶ払拭してきたんだけども、先発がこうやってゲームを作れないとやっぱどうしても期待薄になるよね。でいきなり4点って離されちゃうと、ああこれはかったるいなっていうね。まあ中日のゲームの運びっていうのは大体5、6回まで 0-0 でいって、まあ僅差だよね、まあ、1-1 でもいいし 2-1 でもいいし、そのぐらいの僅差でいっといて、まあ終盤こうひっくり返すとか、そういう試合が今年すごく多かったんだけども、最初からこう離されるとやっぱ立浪監督の中でやっぱいいピッチャーを使えなくなるんだよね。でいいピッチャー接戦で勝ちに行ってそこでこうつぎ込みたいっていうふうに考えてるから、やっぱこう先発ピッチャーがゲームを作れなければどうしても苦しくなる、勝ちパターンというかそういうピッチャーを使いづらくなるんで打たれる確率が高くなる。だからまあ1試合目は7-0、まあこれはもうしょうがないかなっていうふうに思ったし、で2試合目、まあ、阪神は14安打、ね、15打点15点を取るという、まあ先制した阪神2回に逆転されるも、まあ阪神が逆転したんだけどね、その裏打者12人の攻撃で一挙7点というね。大野どうしたねえ、まあもう主導権を決めるというより取るというよりももういきなりゲームが決まっちゃったというね。で中日大野1回3分の1 54球4安打3四球ねえ失点6というこれじゃな。まあデッドボールもあったんだよねこれね。でピッチャ ここの回でピッチャーの大竹がヒットを打つ、まあ、それから打線がズラーンと並んでいく、つながっていったというね。だからまあやっぱりピッチャーに打たれたらダメかなというね。まあ強い阪神がやっぱこういうことをこう見てるとね、2試合戻ってきたなという感じがするし、まあ不審だったクリーンナップにホームランが出たりだとかタイムリーが出始めてるから、これやっとなんかこう阪神らしく、昨年の阪神強い阪神が戻ってきたなという、まあこれでやっぱ阪神はもう大丈夫だろうなっていうような、まあ印象付けられた試合だったと思うんで、まあこの流れっていうのは前のカードのジャイアンツの里輝がサヨナラヒットを打ったその試合からだよね。まあ、例えば勝つにしても2-1、いやピッチャーがよく頑張りました、よく守りきりました、そしたら勝ってもすごく重い気持ちになるんだよね。だけどサトテルのそのサヨナラヒットってみんなでこうバーッとやっと弾けられた勝ちだったと思うんだよね。
だよし明日もっていう、そういう気持ちがこうすごくつながってる中日との3連戦だというふうに感じてるんだよね。だからあこれはもう阪神戻ってきたなというような感じがする。だからまあこの日も先発ピッチャーが崩れるとやっぱ苦しくなるし、無駄にピッチャー使わなきゃいけないから、あの負けても疲労だけが残ってしまうというね。だからもう悪循環のこうパターンに中日は入ってきたかなという、まあここ踏ん張りどころだけども、今日ね雨の中試合時間が遅れる中、ね、まあ6、まあこれ結果から言うと6回に中野と森下を塁に置いて、まあ佐藤がスリーランホームラン、まあフルカウントから粘って粘って最後こうスッと甘く入ってきたスライダーを見事に、まあものすごく湿気のたまった甲子園で あそこに放り込めるって言ったら、やっぱ佐藤ってすごいなっていうふうに思ったけど、まあ何よりもこうすごいなと思ったのは、もう本当にグラウンドもぐっちゃぐちゃでもう砂入れてって、まああのグラウンド整備は大したもんだな、甲子園のな、あれでできるんだもんね。まあそれでその中であの集中力で先発の才木もうずっと我慢してあの投げてたけども、やっぱあの環境の悪さで、状況の悪さでものすごい集中力を保って、試合が進んでいったということが、まあ、素晴らしかったなっていうふうに思うね。だからやっぱこう阪神は絶対勝たなきゃいけないとかアレンパって言われてるけども、まあ、それに向かってなんか、中日3連戦がスタートのような、気がします。だからそのぐらいなんか素晴らしいゲームを中日戦では展開したかなという。で中日もすごくここまで頑張ってきた、まあだけどやっぱちょっと当たったカードはね、阪神が本当にぐーんと調子を上げてきた時に当たってるんで、中日はちょっと疲れてきたっていう時に当たってるんで、だからまあこういう結果になったけども、まあだけど今年の中日はやっぱ強いよ。だから自信を持ってやっぱ阪神にはやられたけども、まあ頑張ってほしいなっていうふうに思います、はい。で続きまして、ヤクルト DeNA ね、ヤクルト、サイスリード坂口ヤフーレで DeNA 東ケイ、大貫というね、で DeNA が勝ち越したというで1試合目4対3、ヤクルト、まあ東がね投げた試合でね、こうやって負けちゃいよ、本当は DeNA はいけないし、まあサイスリードもやっぱエースとね、今年はねヤクルトのエースというふうに、まあそういった扱いを受けてるんで、まあ負けられないんだけども、まあヤクルト6回1点ビハインド、オスナホームランで同点というね。で8回は伊勢から、後輩の村上、まあ高校の先輩後輩だよね、決勝ホームランという、おい村上が来たぞおいみたいな。でヤクルト打線の状態はいいし、まあ DeNA も悪くないんだけども、これやっぱ感じるのはやっぱこうホームランの差だよね。でホームランでやっぱ怖いなっていう、膠着状態の中の一発バーン同点、はい決勝ホームランって。でチームのホームランがヤクルトが 10DeNA が5というね、ここまでのね1試合目の時までは。だからまあ DeNA の方はちょっとホームランが出なくなってるなというね、まあそんな印象があって、まあこうデスター社っていうのもなかなかあんまり今年見てないなっていうね、なんかものすごくデスター社デスター社っていうのが、まあ、昨年まではすごく印象に残ってるんだけども、今年はあんまり出てない。まあちょっと調べたら、まあ、ヤクルトの半分しか出てないんだよね。だからまあここら辺、まあ狙って打てとは言わないけども、ここら辺やっぱホームランの数が多少増えていくと少し楽な展開になるだろうなっていうふうに思います。はい。で2試合目、4対7、7対4 DeNA、DeNA ね5回5連打で4点、まあ見事だね。このマシンガン打線っていう伝統的なことがあるんだけど、やっぱり DeNA ってやっぱノリがいいのかな、なんか非常につながるときにはつながるんだよね。まあ
他の球団よりもやっぱつながる印象はすごく強くて、まあ5回5連打で4点を一気に取るという。で今季スタメン、初スタメンの、まあ、強打が躍動ということでね、やっぱ強打もやっぱうずうずしてたんだろうね、スタメンで使うと活躍する。で先発の K、 5回5安打3失点だが、このね3失点前に、井上温人の時にいきなり4点って言ったけど、まあ5回5安打3失点いきなり3点取られるんじゃないんだよね。これイニングずつ1点1点取られる。まあ確かに攻撃は長くなって向こうのね守りは長くなるんだけども、まあだけど最小失点に抑えられたらなんとかなるというような、まあ希望がある失点を最小失点に抑えていくんだよね、1イニングずつを。だからまあ5回で3失点、まあクオリティスタートはスタートではないけども、まあまあゲームを作ったというふうに言えるよね。でヤクルトの坂口、4回3分の2、6安打7失点という、ねえ、まあ期待を込めてヤクルト、高津監督使ったんだと思うんだけども、期待に応えられずというね、まあ7失点ということでね、せっかくのね、チャンスをね、ものにできなかったなっていうような、まあそんな感じがします。はい、で、3試合目、ね、ヤフーレ、自滅、初回、デッドボール2つ、フォアボール2つ、これでも勝てるなんて思わないのね。で、初回にこんな立ち上がりをしてて、で、ここに伊藤のタイムリーが重なって、で、3点を取られるという。で、2回も大西から4連打、もう気持ちの整理ができてないし、まあ、雨もこう降る、気象条件も悪い、まあ、集中力を変えてたのかな、4失点という。で1回3分の1を7失点という乱調。まあこれじゃあね、やっぱ打つ方もたまんないし、ヤクルト打線、まあ、せっかく当たってきてるのに、なんとなくこうやる気をそがれるような点の取られ方、まあ、初回なんか特にそうだよね。フォアボール2つ、デッドボール2つ、これだけでももう1点失ってるからさ、普通に計算するやん。でタイムリーが重なった、もうこんなんじゃさ、やっぱこう試合にならないよね。で DeNA の方はこの試合で大貫が勝った。でまあ今季初勝利、まあ2回の登板って良くもないし、悪くもないんだけど、やっぱこのピッチャーが勝っていかないと DeNA はやっぱこう先発ピッチャーがなかなかちょっと苦しいだけに、まあ、ジャクソンというのもちょっと乱れてきたし、だから、まあ、浜ちゃんもエラーで自滅したりだとか押し出したりとかしてるからね、まあ、大貫がやっぱ勝っていかないとやっぱ DeNA の方は苦しいかなというね、そういうふうに思います。でこの試合ではお互いの主砲に一発という、で村上4号ソロ、牧野2号ソロ、牧はバースでホームランというね、自身2度目というようなことを言ってたけども、ね、まあ、DeNA のはもうちょっとホームランが、まあ、佐野とか宮崎とか、そういうあたりにちょっと出てくるとね、いいなっていうふうに思います。で、村上は何気に、なんか村上が調子悪い、村上がって言われてたのが、もう2冠だからね、2冠に躍り出た。まあ、打点と打率。あ、ホームランと打率か。なんかこうはまあ三冠王というね、そんな感じもあれだけ悪い悪いって言われながら、まあ来たなという感じがします。はい。まあそういうセリフでした。ね。はい。はい、こうなりました。ね。日本ハム対ロッテ、3勝0敗。ソフトバンク、オリックス、1勝1敗1分け。ね。西武、楽天、まあ、1勝2敗と楽天の勝ち越しということでね、まあ、ロッテも調子よくエスコンに入ってきた、ね、日本ハムの方は待ち構えていた。日本ハムは伊藤、北山、加藤で、ロッテ、メルセデス、小島、種市というね、なんて言うんだろう、もうお互いガチンコの勝負になるな。でロッテはもう2位に浮上してきたというね、エスコンに入った時はね、まあ状態のいい岡がサヨナラヒットを打つね、どうのこうので、状態は上がってきたね、強いロッテが、日本ハムと当たるぞということで、で1試合目、
で4対3、ね、日本ハム、まあ、サヨナラ勝ちなんだよね、日本ハム先制もポランコが逆転ツーラン、ね、山口にもう今季1号のソロホームランで、まあ、2点差をつけられた7回に、まあ、しかしその裏日本ハムレイエスがもうめちゃくちゃ特大の一発を打ってくれる。やっぱねホームランでね、やっぱまあレースのこう現地で見てたんだけど、あれだけのでかいホームランを放ってくれると球場の雰囲気が一変するね。でね、これで終わらず、ツーアウトから上川畑がヒットで出て、で水野がタイムリースリーベースで同点にするんだよね。だからこのなんていうの、攻撃もやっぱ見事だったなっていうね。で同点になって9回、今年初めて一軍昇格して今季初スタメンの清宮が先頭で、ヒット、ツーベースヒット、素晴らしい当たり打ったね。3打席目までめちゃくちゃこっちこっちのカッチカチだったんだけど、なんかこう先頭バッターで迎えて、まあ開き直ったのかな、あれやっぱ調子良かったらホームランにしてるんじゃないかなっていうような、まあ多少甘めのボールだったんだけども、まあツーベースで出て、ランナーセカンドノーアウトで送った後、この水野軍司って、繋がってくるんだけど、水野は先ほどタイムリーを、だからまあこれは申告敬遠だろうなと思ったんね。で1、3塁にした。で次の軍司をどうするのかなって言ったら、まあここも歩かしだろうなと思ったので、これはなぜかというと2番の松郷に代わって五十幡が入ってるんだよね。で仮に五十幡取って万波でも、この日の万波って全く当たってなかったの。だから満塁にするだろうなと思ったら、まあ案の定満塁にして、で五十幡のところで加藤豪介が出てきてね、粘って粘って粘ってフルカウントから、ここ手が出なかったのか見切ったのか、インサイドのまあボールっちゃボールだけど、ストライクっちゃストライクかもわからない、まあそのぐらいのボールを見逃して、まあサヨナラを押し出しというね、まあ本当に日本ハムの選手たちは粘り強くなったし、でやっぱこう新庄監督の選手の切り方、五十幡行って中島拓也がいるっていうね、足のスペシャリストポンポンと切り方も、まあ、選手の層がすごく厚くなってきたなっていうゲームだったし、それを感じさせたゲームだったね、まあ、それとやっぱ下位打者に入ってる、まあ、水野とか、そういう人たちがやっぱりよく頑張ってるね。で軍司も頑張ってるね、本当に感動的なサヨナラ押し出しでした。で2試合目ね、北山小島、2対0、北山9回、116球、4安打7三振、1つのフォアボールと1つのデッドボールで無失点。まあ素晴らしいね、ほぼ完璧というかね、まあ連打を許さないし、まあ先頭打者を出したのは2回のみということでね、なんて言うんだろう、まあ山本由伸のフォームと似てるんだけども、だけどね、山本由伸っていうのはこう本当にクイックで前に行くんだけど、北山っていうのは一旦右足の股関節に溜まるんだよね。その溜まったものを体重移動で爆発させてるというね。だから非常にボールも生きてるし力がある、まあ、それとよくやっぱ教授って言われてるんだけど、彼はやっぱ勉強してんのかなと思って、やっぱこうわざと高めに抜けるようなボールを投げてんのかなっていう、まあ、そんな感じがします。まあそのボールを振らせに行ったりだとか、ファールで取ったりだとか、まあそういうこともできるし、非常になんかクレーバーな投手になってきたなっていうような、まあそういう印象は受けて頼もしかった。まあ、それで中継ぎピッチャーも休ますことができたというね、まあ、見事な完封劇だった。この試合を援護したのが昨日全くダメだった松郷と万波のタイムリーでね、1試合目はダメだったけど、この試合だったらきっちり援護してるというね。いやだからなんて言うんだろう、お前がやらなかったら俺がやるよ、ね、今日はお前やってくれてたらよし分かった俺がやるよみたいな。
なんかすごくいいチームになってきたなっていうふうに思います。で3試合目、加藤種市5対0加藤ね、日本ハム加藤9回121球9安打1四球無失点、決して楽な投球ではなかったんですよね。先頭打者5回投げるんだけど、そのうちゲッツーで3つ取ってんだよね。まあ石膏で、まあ、ロッテの方も石膏っちゃ石膏だけども、今日の加藤っていうのはちょっとやっぱ考えてきたね。今まではもうストライク先行ストライク先行で、もうとにかく右バッターだったら懐懐っていうのを突っ込んでみたいな、そして外に落とすというような、そういう投球だったんだけども、こうインサイドは見せ球にしながら外みたいな、そういうちょっとパターンを変えた。まあそれによってゲッツー3つ取れたかなという、まあそれだけのコントロールも技もあるんだけども、まあでも見事だったよね。まあロッテはね、日本ハムより打ってんだよね、9安打で。まあだけど無得点というね。で日本ハムの方は4回万波マルティネスのホームランを含め6本の長短打を集め、一気に5点を取って勝負を決めるという。つながるね、やっぱり行こうって言った時に、まあ、新庄監督が率いる日本ハムらしくノリがいいよね。だからこの試合でタミヤと素晴らしいバッティングをしたし、中島拓也バッティングもそうだけども、まあ今日セカンドでねスタートしたけども、守備もやっぱ安定してるというか、うまいな。だからああいう選手をこう刺激を与えながら、あこのポイントで使っとけみたいな、使ってみたらどういう活躍をするんだろう、まあ、そこら辺が素晴らしくうまくいってるというね。でも2試合中継ぎが休めて、で明日移動があってゲームがない、でまた火曜日から、まあ、そうなってくるとやっぱこう中継ぎ陣たちもよし今度また頑張ろうっていう気になるよね。だから本当に収穫の多い日本ハムは3連戦だったと思うし、ロッテがせっかく調子がよく上がってきてたのに、なんかこう鼻っ柱を折られたっていうようなね、まあ、3連戦でした、ね、でもまあ見事な日本ハムのチーム成績でした。チームのまとまりというかね、まあ、そんなことを感じました。はい、続いてソフトバンク対オリックス、東山、モイネロ、スチュワートジュニアで、オリックスは山下俊平と東、宮城とで1勝1敗1分け、星を分けました。1試合目9対7、ソフトバンク、まあ壮絶な打ち合いになったんだよね。でもそれを演じたのはやっぱピッチャーということで、オリックス山下俊平と4回8安打4四球、1つのデッドボール8失点で、東浜、4回6安打4失点という、まあ、2人ともやっぱこうゲームを作ることができなかったんだけどもね、まあやっぱり心配なのは山下俊で、4回8安打4四球1デッドボール8失点、これはやっぱ彼の力からすると全く納得のいく数字ではなくて、4回に8安打を打たれるような球でもないし、で今年の山下俊平太っていうのは昨年と比べたら明らかに制球が悪すぎで、やっぱ変化球もとっちらかるし、まっすぐも高めに抜けるし、それを抑えようと思ったら低めに叩きつけるっていう、だからやっぱこうリリースポイントが全く分かってないピッチャーが投げてるような、そんな感じにしか見えないんだよね。だからちょっと一度調整をした方がいいのかなっていうふうに思うよ。で東山もやっぱこうなんていうのかな、良かったり悪かったりで、まあこの日は山下俊平があんまりにも悪くて、なんか引っ張られたようなそんな感じがしてね、4回4失点というね、ような感じで、ソフトバンク11安打オリックスは14安打というね、でソフトバンク近藤ツーラン、山川スリーラン、オリックス頓宮ソロ、セデーノツーラン、これ何を言いたいかというと、やっぱこうツーランとスリーラン、ソロとツーランの差が出てきしまった試合かな。でこの試合で山川が5打点というね、まあ山川の打点というのもやっぱすごいことになってる。
まあ、満塁2本打ってるし、この日は5打点という、まあこうまとめて取る時ってあるよね。ただ山川が打った試合っていうのはあんま負けてないんだよね。だから山川要注意だね、やっぱね。でただオリックス、まあ、ずっと打線で苦しんでたのがやっともう解消されたと言ってもいいでしょう。で、あ、良くなってきた良くなってきたって言ってたけど、もう解消してきて、もうなんていうの、まあ、どっからでも打てるようになってきたかなっていうような感じがします。はい。で2試合目、モイネロアズマン3対3引き分けで、オリックス、まあ、3点リードしてたんだよね、アズマが投げてて。で、あ、これアズマだから、あ、モイネロに勝つなっていうふうに思って見てたんだけども、6回4四球ね、まあデッドボールもあって3点献上というね、突然にどう何が起きたんだみたいな。やっぱり野球の鉄則として無駄なことをやっちゃいけない、まあ例えばフォアボールを出しちゃいけないとか、与えちゃいけないとか、エラーをしちゃいけないとかいろいろあるけども、やっぱこの6回にまとめて4四球とかね、そのうちデッドボールもあるという、で一気に3点献上するという。で東が投げると、まあ、勝ってたのに、なんていうんだろう、計算がこう立たなくなってきた。まあ連勝が止まって、まあ、自責は出るで1失点で連続試合負け投手になっちゃったんだけども、まあ、それからやっぱちょっと流れが変わってきちゃったかなって、まあ、そんな感じがするし、やっぱここでもう一回踏ん張らないと山下俊平太も悪いし、東ってなるとやっぱこのどっちかでやっぱもう一つは勝って3戦目を迎えないとね。だから非常になんかちょっとピッチャーの部分で苦しんでるなという感じがします。それとソフトバンクもモイネロで勝てないと苦しくなるよ、これ、うん、だから今まではね良かったけど、モイネロで勝てる、しっかり勝ち切っとかないと、まあ、どうしてもこう足取りが重くなってしまうというね、そう感じます。で3試合目、3対1オリックス、まあ、宮城がね近藤の一発のみね、1失点ということで、宮城9回、まあ、完投です。118球5安打11三振、無四球1失点というね、まあ当たってるソフトバンク打線をやっぱこうもういいピッチャーに当たるとやっぱどうしても打てないんだろうなっていうような、そんな感じもするし、なんていうの、やっぱ宮城の投球術というか、まあそういったものが光ったゲームでした。でオリックス、まあ西野、西川、セデーニョ、頓宮で、まあここら辺がもうやっぱこうね、しっかりしだしたから、まあこれはもう打線はしょう、まあ大丈夫だろうと。まあしかし西野がね、やっぱちょっと足を痛めたみたいなんだよね。だからこれをどうするかっていうことだよね。まあただね、オリックスの方はまあ先ほども言ったように山下俊平太、東が勝てないと、やっぱこう山本由伸、山崎福也が抜けた穴は埋まってこないのかなっていうような感じがしました。はい。で最後、西武楽天。楽天の勝ち越しで、西武は今井、隅田、高橋光成、楽天早川、滝中、藤井ということで、その中で楽天が2勝1敗で、初戦5対4西武、早川の立ち上がりを攻めたんだね、西武打線。これ打てない打てないって、もうどうやって点取るんだって言ったら、2番の岸がいきなりホームランを打って、でランナーを貯めておいて佐藤の2点タイムリーでもう一気に3点取ったという。で3回にはさらに2点を追加したというね。で早川もちょっとね、もうちょっとしっかりしてもらわなきゃ困る、ゲームをしっかり作ってもらわなきゃ困るというね。で相手が今井だけにさ、そりゃもう今井だってもう半端ないスピード持ってるし、まあなかなかやっぱこう5点を取られて追いついていこうって思うと、まあ、相当ななんかこう、まあ、今井がフォアボールを連発してくれて、その中で一発がなんか当たって満塁ホームランを打つとか、まあ、そのぐらいしかなんかね
やっぱ今井っていうのはつなげないあのピッチャーなんだよね、つながせない。まあだからちょっとね、早川ちょっと頑張れよっていうような、まあ感じです。で楽天はね、それでも8回岡島のスリーランで1点差に詰め寄るんだけど、アブレイユが締めるという。で西武のその8回、下位の少し失点が多くなってきたかなというね。で簡単にホームランを打たれるピッチャーじゃないんだけども、まあソフトバンクで投げてた時よりもベルーナドームっていうのは狭いし、だからまあちょっと要注意なんだけども、ちょっとここら辺西武がね、まあ先発はいいんだけども、まあアブレイユもいいけど、なんかこうちょっと怖いなっていうことが続いてるかな、うん。で2試合目、まあ8対2、楽天、6回まで2対2の同点。これ中継ぎの投手が勝敗を決めるというね。まあ両チームとも先発入れると4投手ずつ投げてるんだよね。で楽天の方は酒井、ソン・チャーホー、西垣で、西武の方は本田、佐藤、ヤンが、まあこれ投げてるんだけども、まあ先発はねいいとして、まあこの試合っていうのは、まあ佐藤が2失点ヤンが4失点という、やっぱこうゲームを壊す形になっちゃったというね。で楽天の方は逆に、まあ、ゲームを締めるという、まあ、酒井、ソン・チャーホー、西垣でね、まあ、無失点リレーをしたというね。でこの試合で竹中が先発したんだけども、竹中の緩急にもうずっとやられっぱなし、まあ、やっぱこうなんていうの、ドローンとしたカーブを投げるんだけども、まあ、見事に緩急が決まったよね。でこの試合でまあやっぱり特に、まあ、1試合目からちょっと感じてたけども、先発投手は素晴らしくいいんだけども、先発が降りた6回7回、まあ8回は甲斐の、9回はまあアブレイユがいるからいいとしても、6回7回あたりにやっぱ失点率がものすごい高いなと思って、だからここら辺はやっぱ早くセーブしないと、打てないことよりもショックかもわからない。だって勝ちゲームが勝ちゲームにならなくなったら、打てない中点取ってきてんのにちょっとショックが残るかなっていうような感じがしました。で3試合目、楽天3回フォアボールをきっかけに辰巳のヒット、小深田を送り村林がタイムリーで、ね、高橋コーナー藤井の投げ合いだったんだけど、村林がうまく打ったねすいません、外のね高めのまっすぐパーンと軽打して、まあタイムリーを打ってるんだけども、まあこの1点だけど、でこの1点で決まるとは思わなかったんだけども、やっぱセーブが打てないんだね。楽天藤井5回4安打無失点で、まあ勝ち投手というね、西武打線5回以降1安打という、全く反撃もできないというね、まあそういう試合だって、まあ先発ピッチャー高橋光成を見殺しという、まあ、そういう形になったんだけども、やっぱこうまあその中でもね、まあ一番に入ってる長谷川とかいい走塁を見せたりだとか攻撃はしようとしてるんだけども、チャンスは作るんだけど、ここ一本が出ないんだよね。だからもどかしい試合が続いてるなっていうような、まあそんな感じがします。まあライトフライで、ライトフライだったかな、まあライトフライで、まあ一塁ランナー長谷川がセカンドにねタッチアップしたりだとか、まあいろんなシーンっていうのをこうなんとか点を取ろうとする、まあ、努力は見えてるんだけどもね、やっぱここ一番で打たないと、いくらそういう努力をしても実らないというね。だから西武は打つことと、やっぱ6回7回に投げる投手を早くセーブしないと、優勝できない、まあ、優勝もうやめようかな俺はね、優勝予想にしてましたけどがっかりですよ。もうちょっと、まあ、ピッチャー先発ピッチャー頑張ってるだけに、まあ頑張ってください、お願いします。はい、でピックアップ選手ね、阪神、今日は首位に躍り出たのかな、まあ才木佐藤、まあ非常にまあみんなが流れるような攻撃ができてきて、まあ今
どうするのか、ね、勢いをそのまま保って、ね、休みを迎えるのか、まあ、才木の集中力と佐藤の凄さ、集中力、ね、見事だったなっていうふうに思います。で、牧今日誕生日でした、おめでとう、ね、その中でのホームラン、でホームランホームランが少ない、デスター社が見たいっていうまあまあたくさんいると思うので、ね、もっといっぱいホームランを打ってください。で、広島相澤、やっぱね、相澤ってこう影に隠れてる今はね、で坂倉がこうマスクをかぶるケースが多いんだけども、やっぱ彼はやっぱバッティングでも使えるし、こうリード面でも使えるし、だから広島はもうちょっと安定的に戦うには相澤の力って本当に必要だなっていうふうに僕は感じてます。で、ヤクルト山田、ね、おかえり、ね、やっと怪我から復帰しました。で、キャプテン、ね、ヤクルト低迷してる、ね、ここを踏ん張ってやっぱりチームを鼓舞して引っ張っていこう、ね、頑張ってほしいと思います。で、中日、ね、カリステ、高橋周平が怪我で離脱してからやっぱカリステ頑張ってます、ね、で岡林おかえり、ね、まあ、サイドアンダー取れるような技術があるんだから、どん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 塁に出てね、やっぱこうバッターっていうか打線を活性化してほしいなという、岡林が出てカリステにつなぐというね、まあ、そういうシーンもこれからどん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 見ていきたいなというね、そんな感じがします。巨人小林ハドロック決勝点かと思われたのが雨で流された。でも 彼は今年本当に頑張ってると思うし、やっぱ彼を中心に守りを考える、まあバッターの方ではね、大城の方が確かにいいかもわからないけども、やっぱこう打てない巨人の中でやっぱ守らなきゃいけないのか、打ちに行かなきゃいけないのかっていうのは小林か大城だと思うんだよね。そこら辺どっちを使うかで、ね、だから小林今日みたいにね、本当に決勝点にはならなかった、もう流れちゃったけど、彼の今年のバッティングっていうのは使えるんで、結構頑張ってくれてるんで、まあ、小林これは引き続いて頑張ってほしいということで、小林という。パ・リーグはこうなりました、ね、西武、一番に入り出した長谷川、ね、チームをこう引っ張ってほしいなという、でいい走塁も見せてるし、まあ、頑張ってほしいなという、ね、でオリックスは西野、まあ、非常に好調でした。まあ、だけどなんかこう足を痛めて途中交代して多分抹消になるんじゃないかっていうふうに思ってますが、まあ、西野の代わり、ね、誰か見つけなきゃいけないということで、せっかく他が当たってきて、まあ、パイプ役だったんだけども、パイプ役を誰にするのかっていうのを、まあ、早く見つけないとまた共倒れになっちゃうっていうね、まあ、そんな感じがします。で、日本ハム北山加藤お見事でした、ね、連続完封なんてなかなかね、まあ、できないし、まあ、北山は力強かったし加藤はテクニックがあったしみたいな、もう全然違うパターンのピッチャーがそれぞれ完封したというね、まあ、見事な戦いぶりでした、ね、で楽天藤井、まあ、今シーズン初勝利おめでとうということで、よく高橋コーナーに投げ勝ったということで、書きましたけども、でソフトバンク山川、やっぱり山川の打点が22打点ね、2位が誰だったかな、まあ、15打点ぐらいしかないんだけども、まあ、しかっていうか、まあ、それだけ山川がダントツにいってるんだけどもね、山川に打たすとやっぱりソフトバンクが強いなっていう、だから山川要注意なのか山川頑張れなのか、ね、それはファンの皆さんの心の中で、はい、でロッテ、ここまで来てすごく良かったです。で日本ハム戦からね、藤岡怪我から開けて、足首の捻挫からね開けて、もう頑張りました彼はね、まあだけど彼が復帰してから3連敗という、俺が帰ってきてから3連敗という罰が悪いんだけど、選手とすればね、まあだけど藤岡もう非常にいいバッティングになってます。まあ、ロッテをねもう牽引していかなきゃいけない選手になってきてるんで、まあここはへこたれずに頑張ってほしいと思います。ということで、3連戦を振り返りをやってきましたけども、いかがでしたかね、間違いありましたかね、なんかね、まあ、もしあれだったら指摘してください。それと、あまりこう見れてないんで申し訳ない、ちょっと薄いかもわかりませんけども、まあ、一生懸命伝えました。ね、今度はまたしっかり見て伝えるようにしますので、またご覧になってください。どうもありがとうございました。